皆様こんにちは、サイエンスホームの宮城です。獅子野です。今回ご紹介するのはサイエンスホームの建て売り住宅になります。テーマはカバードポーチのある 1.5 階建てのサンファーズハウスです。床面積32坪の2階建ては沖縄の海をイメージした青い外壁と木目調のカバードポーチが特徴的な家。天井高の高いリビングダイニングや傾斜エンドによる2階部分にも魅力がいっぱいの家です。まずは外観をご紹介します。今回敷地が60坪、1階部分が23坪、2階部分が9坪の合計32坪の木造2階建てとなっております。屋根の形状が片流れとなっているため一見平屋に見える面白い外観となっております。駐車場スペースは間口が約11メートルあり、お車を4台停めることが可能となっております。コンクリートはほうきで掃いたような開け引き仕上げという仕上げを使っているので滑りづらくなっております。こちらの方にはココナッツをイメージした植栽がおしゃれですね。弊社ではこのようなガーデンデザインもご提案することが可能です。また横の方には外部水栓を設けているため植栽への水やりや洗車などが可能となっております。建物の外壁には沖縄の海をイメージした青色のヘーベルパワーボードを使用しております。一般的な木造住宅で使われる16ミリのサイディングボードとは違い、ヘーベルパワーボードは約37ミリの厚みがあるため熱を伝えづらく断熱性の高い外壁材となっております。また屋根材にはガルバリウム鋼板を使用しております。ガルバリウム鋼板は断熱性はもちろん錆に強く耐久性の高い屋根材となっております。続いて今回の目玉でもあるカバードポーチをご紹介します。カバードポーチで広さは約10畳となっております。こちらのアルミ製の目隠しルーバー、床のタイル、外壁は全て統一感を持たせるために木目調で揃えております。また天井の高さが高いためこちらにサーフボードや自転車なども飾ることができ、また室内から見えるような設計になっております。玄関扉には YKK のプロントという商品を使用しております。色はキャラメルチークで光を取り込むための窓がとても大きく取られているのが特徴です。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。玄関の広さは約 3.5 畳となっており、床にはポーチと同じ木目調のタイルを使用しております。隣には大容量のシューズインクローゼットを設けており、入り口は三角で可愛く仕上げております。シューズインクローゼットは約3畳の広さがあり、こちらとこちらにそれぞれ可動式の棚を設けております。可動式ですので収納するものによって高さを変更することができ、とても使い勝手が良くなっております。続いてトイレをご紹介します。広さは1畳となっておりまして、無垢の天板の手洗い場と大理石風の天日タイルが高級感のあるトイレとなっております。
して玄関前のドアにはウッドワンさんのリノアスという商品を採用しております。色はミディアム色で室内が見えないようにミストグラスを使用しております。続いて LDK をご紹介します。こちら LDK で広さ約22畳となっております。今回の建物の床材にはウッドワンのピノアースという木材を使用しております。色はアイボリーとなっており、表面には植物製のワックスを塗り、浮き作り仕上げで凹凸をつけているため傷がつきづらく水拭きしやすいという特徴がございます。リビングダイニングの天井は開放感のある吹き抜けとなっております。天井高の一番高いところで約 4.5 メートルあります。壁の方には漆喰で仕上げており、また所々見える針も壁と同様に漆喰塗り仕上げとなっております。こちらとこちらの方に出ている針の方はおしゃれに間接照明を使用しております。また天井高が高くなるとエアコンが効きづらくなるというデメリットがございますが、天井の方にシーリングファンを設けているため冷暖房を循環させることができます。また今回は窓に YKK のエピソードネオ R というアルミ樹脂複合サッシを使用しております。ガラスにはローイン複層ガラスというものを使用しており、断熱性や紫外線をカットしてくれる効果がございます。続いてダイニングをご紹介します。こちらの方には可動式の棚板を設けております。流行りの見せる収納で自分好みに飾り付けしていただくことができます。そしてキッチン前の壁の方には珍しい六角形のホワイトカラーのタイルを使用しております。フローリングの色味と味も素敵ですよね。でこちらの上の方には光沢感のあるブロンズ色のペンダントライトを設置しております。底の深いボールとすっきりと収納できる三面鏡が特徴の洗面台となっております。またこちらの方のボタンを押していただくと身長に合わせてシャワーヘッドの高さを変えることができるようになっております。2階に上がるための階段には床のフローリングと同系色の木材を使用しており、こちらの手すりもアイアンでホワイトで統一しております。こちらのフリースペースは広さが約10畳となっております。ご家族やご友人と映画鑑賞などをして楽しむことができるようになっております。また今回は窓ガラスに7センチ穴が